中田祐太は日本のプロレスラー。本名、中田祐太。試合終了後のファンとの交流レスラーとしての初期キャリアは格闘プロレスリング SSS で歩む。くじ引きの結果、ターザン後藤と戦う羽目になる。そして、中田の地元外戦ではターザン後藤とまた再戦。この試合で有志鉄線ボードデスマッチを使用したためか、中田のデスマッチ色が強くなっていった。 スーパー FMW の初期は中堅あたりだったが、大タたチ氏の引退後はトップに昇格。ハードコアデスマッチ路線に挑んだ。また、画表、有刺鉄線ボードデスマッチにおいて、ターザン後藤のビール瓶、シャーク、土屋の鎖釜で切られた大きな傷跡が左腕にある。この左腕の傷は、羽皿をかばった時についた傷であり、二人の関係が試合に現れていた。 主に、ミスター・ポーゴ、ターザン・ゴトーとの試合が多かった。白のペイントに黒の模様入りが特徴的で、ミスター・ポーゴとの試合で、可視状態からの復帰が現在の死神スタイルになっている。3メートルのラダースワントーン等を行っていたが、2012年に離脱。背中の怪我が悪化したため、長期のリハビリをすることになる。そして入団が発表された。 課長風月の派生団体横浜課長風月の代表になる。10月23日、女子プロレスラー、川田由美子との結婚を発表。笹目とグレートユタグレートミタの代役、ターザン後藤はじめ派の大会にて、グレートミタ対グレートサタの試合が行われるはずであったが、グレートミタが膝の怪我により、急遽な方が代役として、グレートミタで登場し、 グレートサタと試合を行う。その後、グレートユタが誕生。グレートユタとしては、グレートサタ特務としていたが、本人がペイントで試合をすることが多く、グレートユタは亡くなった。竹誠さん、一世、野沢拓也は、地元の同級生であるが、交流等は一切ない。熱烈なサッカーファンであり、サッカー、日本代表の試合観戦を楽しんでいる。ラダースワントーン。 ありがとうございます。